ヴィーガン歴6年になりましたアメリカ在住のみさきです。 It's one of the best decisions I've ever made in my life. But 日本にはヴィーガンの人が少ないということと、動物愛護以外の理由でヴィーガンをやってる人が日本には少ないのかなと思ったので、この動画を作ってみました。違った理由でヴィーガンをするメリットもあるよというのがお伝えできれば嬉しいです。日本のヴィーガンの動画に対するコメントを見ていて、ちょっと厳しいコメントが多かったので、この動画を作るのも勇気がいりました。個人的なことなので人の役に立てればいいんですけど、柔らかにお願いします。この動画では3つお話しすることがあります。1つ目は私がヴィーガンになった経緯、時系列でお話しします。2つ目は私たち夫婦なんですけど、夫婦でヴィーガンをやっている理由と健康面についてのメリット、あとは英語圏で進んでいる研究や政府の動きなどについてお話しします。そして3つ目はヴィーガンに興味がある人へのメッセージです。1つ目、ヴィーガンになるまでの経緯をお話しします。私はですね、中学生の時に父が糖尿病になったことがありました。糖尿病っていろいろ原因はあると思うんですけど、仕事の関係で外食をたくさんしていたのが原因なのかなとは思ってますが、父が糖尿病になってから、母がね、実は栄養関係の資格を持っているので、母が徹底的に家で栄養管理をして、父の血糖値とかの数値が通常通りに戻ったっていうことがありました。でね、その変化を間近で見たわけです。食べ物を変えるだけでどれだけ体に変化があるのかっていうのがよく分かりました。病院に横たわる父は見ていられなかったんですけれど、お家でパエリとか作ってみっちり栄養管理をしていた母はかっこよかったです。お母さんこれ見てるね、かっこよかったよ。お母さん、お父さんも元気でねそして、高校生になった時にツイッターをやってたんですけど、そのツイッターでたまたま畜産業のひどさっていうのを知る機会がありました。ここでは動画とか出さないんですけど、豚とか牛とか鶏とかひよことかがどういう風な扱いを受けてるのかっていうのを見て、結構ショックを受けました。その時に動物愛護の目的だけでヴィーガンやってみたいですし、お肉食べたくないっていう風に母に言って、母にね心配されまして、高校生だったので自炊もしてなかったですし、高校では給食だったんですよ。なのでお肉を食べないってなると、やっぱカロリー的にも低くなってしまって、体フラフラしちゃったりとか、単純にお腹空いちゃったりとかしていたので、続けることができなかったです。あとはね、高校生の時結構忙しかったので、それでなんか忘れていっちゃったっていうこともありました。まあただこの頃に牛乳をやめて豆乳にしてたと思います。っていうのも、牛乳だけは結構簡単に変えられたんですよね。飲むのは嫌だけだったので、母に豆乳買ってほしいって言って豆乳を代わりに飲んでました。牛乳ってなんで飲んでるのかなって思いませんか？自分は牛じゃないし、赤ん坊でもないし、だからなんで牛の赤ちゃんが飲む牛乳を私が飲んでるんだろうっていう風に思って、カルシウムはね、その頃はまだ食べてた小魚とかでも取れますし、と思って、その頃から豆乳にしてたと思います。それで大学生になりまして、お付き合いしている人ができました。そして同棲していたんですね、大学生なのにねその彼が、アメリカ人だったんですけど、ステーキ大好きみたいな人で、学校行って帰ってきて夜ご飯にステーキ作ってマッシュポテトとみたいな感じの料理をしていたんですけど、その彼のね、お父様もステーキが大好き人間だったんですよ。彼のお父様はアメリカに住んでいたんですけど、何度か会いに行ったことはあったんですね。もともとステーキ大好きで、なんかお野菜は絶対食べないっていう人だったんですね。その頃はまあ文化の違いかなくらいに思ってたんですけど、お父様が大腸がんになってしまって、分かった頃にはステージ4で、病院に入院してキモセラピーするのも終わり、ステージ4だったので、まあキモセラピーしてもそんなに長くは続かないかもしれないということで、自宅療養という道を選びました。なのでずっとね、お家にいて辛そうにするんですよ、お父様がね。すごく辛そうで、いつも体のどこかが痛んでいるはずなんですけど、家族が心配するからって言って痛そうにしなかったりとか、それでもやっぱり家族は分かるから心配だったりとか、長くはないって分かっている人と過ごす大切な時間とか、そういうことをいろいろ目の当たりにしました。そのお父様も亡くなってしまって、精神的にショックを受けまして、がんって一体何なんだろうっていうことと、がんを予防するにはどういうことをすればいいんだろうっていうことを調べ始めました。で、調べて結構
構すぐに大腸がんは、まあ、特に肉食が多いと起こりやすいっていうことが調べてね出てきました。それが原因とは言えませんけど、実際にお父様がいつも食べていたご飯とかを見ると、あ、ちょっと通ずるところがあるなと思いました。その彼とは他のことがあってお別れして、私はねもともとお肉大好き人間とかではなかったので、普通に食べてたけど毎食ステーキじゃなきゃやだとかじゃなかったので、普通の食生活に戻りました。そしてアメリカに来て2回目の誕生日の時にちょっと私焦ってたんですよ。まあなぜかというと、まあ今まではね大学卒業してすぐでまだ若いねとかって言われるような時期だったんですけど、そろそろ若いって言われることはないのかなとか。人間って例えば90歳のおじいちゃんでも100歳のおじいちゃんから見たら90歳は若いじゃないですか。なのでね、人間今が一番若いですから、そんなに若くないとかってあんま気にしてないんですけど、成長することもないし、これ以上これからはまあ筋力的にも肌とかも取れていくだけなのかなって思っていまして、長期的に健康的に病気しないで綺麗でいるためにはどうすればいいんだろうっていうことを調べ始めました。それでビーガンに出会いました。この頃はねもうすでにアメリカに住んでいたので、普通に英語で検索とかするんですけど、そうするとね YouTube とかでビーガンになって何ヶ月経ちました、こんな変化がありましたとかってねいうビデオが結構上がってたので、そういうのを見てました。そしたらなんか長年ビーガンやってる人とか若々しくて綺麗で健康的で体力もあってっていう人が多かったので、結構惹かれていって、いろいろベネフィットとかを聞いていたんですけど、エネルギーがたくさんある、夜になってもあんまり疲れないとか、いつも朝起きても疲れてたんだけどそれがなくなって朝起きたらすぐに行動開始したくなるくらいになったとか、あとはねお肌が綺麗になったとか痩せたとか、これは結構多かったね、痩せたとか、あと持病が治ったとかアレルギーが治ったとか体臭がしなくなったとかお通じが良くなったとか、でいろいろ聞いて、まあ、環境問題の改善にもなりますし、悪いことないじゃんと思って始めたいなと思いました。でまあ始めたんですけど、ちなみにね最後に食べたお肉はラム肉で、ちょうどホワイトデーだったんですよ。アメリカってホワイトデーないんですけど、その頃はもうすでにアンディと一緒で、日本にはホワイトデーっていうのがあるんだよって言ったら、ディナーを作ってくれたんです。サンドルとワインとつけてくれて、ね、ラム肉とパンとチャレなサラダとヨーグルトなんかと、あとデザートとっていうのをなんかコースで出してくれて、その時は美味しくいただきました。ありがとうヘンリーよく覚えてます。その次の日くらいにアンディに、実はさビーガンやってみようと思うんだよね、興味あるんだよねって話したら、えとかなんでとか、なんか反対的な言葉はなく、あそうなのなんで、寄ってみたらみたいな、サポートしてくれて、昨日はちょっとラム肉出しちゃって知らなかったからごめんねって言ってくれて、まあごめんねとかじゃないですよね、全然ありがとうっていう感じだったんですけど、それからね2人でドキュメンタリーとかを見るようになりまして、栄養的に見てもねビーガンで問題がないのかどうかとかをちゃんと一応確認して、したらむしろ現代病と言われるような病気が食肉が大きな一つの原因であるっていうことが調べていて分かりました。外食で改善される病気もたくさんあって、アメリカとかでは特にがんの治療の方法の一つとして使われているっていうことも知りました。ということで最初はね全部いっぺんにお肉食べないっていうわけではなかったんですけど、少しずつビーガンに移行していった感じです。急には誰もできないですからね。2つ目、私たちがビーガンでいる理由、まあ、健康面でのメリットと、あとは英語圏で進んでいる研究とビーガンムーブメントについてお話しします。で日本語でねビーガンって検索すると、どうして菜食が体にいいのかとかの情報がほとんどないので、この話聞いてても本当かよって思いませんか？思いますよねなんですけど、なんか英語圏では菜食の研究をされている研究家さんとかお医者さんとかが本当にもう山ほどいらっしゃって、検索すればね山ほど出てくるんですよ。そういう先生とかが団体を作ってね、菜食をおすすめする先生の団体とかを作っていて、そういう団体が政府に呼びかけたりとか病院に呼びかけたりとか、栄養ピラミッドってあるじゃないですか。日本ではこうピラミッドになってて、なんか何をどれぐらい食べましょうみたいな、政府からリコメンデーションが来て、学校の家庭科の授業とかで習ったと思うんですけど、それのカナダバージョンが改訂されまして、ここにお肉っていう表記がなくなったんですよ。お肉じゃなくてプロテインっていう表記になったんですね。ということは菜食でも OK というか、菜食をね実はカナダは推しています。プラントベースのプロテインを摂るようにおすすめしています。カナダでは
そういう風な動きが広まっていたり、あとはね、イギリスとか結構進んでいて、積極的にお肉を減らそうと政府から呼びかけていて、10年以内に食肉を 30% 削減するっていう目標が掲げられています。あとね、アメリカではカリフォルニアの病院食にはビーガンが選択できるようになりました。っていうのもね、例えば食肉が一つの原因とされている病気のせいで病院に入っている患者さんにまたお肉を出しているっていうのはどうなんですかっていうのをお医者さんたちがね抗議して、それでビーガンの選択が取れるようになったんですよ。あとは WHO 世界保健機構でしたっけ、がんになりやすい原因の第1第2第3とかってこうレベルに分かれてるんですけど、第1のところにタバコとかアスベストと一緒に加工肉っていう表記をし付けました。あとは第2のところには赤肉っていう風に入っています。これもねお見せしますっていう風に大々的に発表されています。そういう団体とかお医者様が積極的に本当に YouTube とかで自分たちの顔と時間を使ってという研究が結果が出ましたとかっていうのをね、わざわざこう私たち一般市民に分かりやすいように説明してくれているビデオがたくさんあったりとか、 Netflix のねドキュメンタリーとかゲームチェンジャーとかフォークオーバーナイトとか、あと What the health、 日本語は健康って何かな、っていうのを先生たちがバックアップしてくれて、一般の人も分かるようにしてくれているんですよ。情報をね流してくれていて、あと本を出したりとかね。なので私たちにとってはかなり身近な情報になってきました。証拠はね有り余るほどあります。ただね、英語で調べないとなかなか出てこないんですよ。なのでこういうお話を私もしてみようかなと日本語で思ったんですけど、そういうお医者様はなんでこういう活動をされているかっていうと、病気とかを薬で後から抑えるのじゃなくて、根本的な原因を探していたらここにたどり着いたっていう人が多いんですけど、例えばねコレステロールの値が高くって、お医者様からコレステロール値を下げる薬をもらうじゃなくて、コレステロールって肉とか肉製品にしか入ってなくて、プラント製品には入ってないんですね、コレステロールって。なのでコレステロールが入っている食品をまず少なくしましょうよっていうような呼びかけをしているのが先生たちです。でね、世界の人々を助けようと本当にすごいスピードで一般人にも分かりやすいような情報をどんどん提供してくださっていて、もうねヒーローみたいですよ。正義のヒーロー、かっこいい。ちょっと長くなってすみませんね。私はね、母がさっきもお話ししたんですけど、栄養関係の資格を持っているので、お家に栄養関係の本がたくさんあったんですよ。なので高校生の時に、まあなんかダイエットとかしながら栄養関係の本を母に借りて読ませてもらったりとかしていたのと、あとね、もしかしたらなんか分析型の性格なのかもしれないんですけど、なんか科学的に証明されてないと本当ってなっちゃうんですよね、私。なので菜食って体にいいらしいよとかだけだったら多分菜食にはなってないと思います。ただこれだけの先生方がこういう風にね研究結果を発表してくださっているおかげで、私は納得して菜食にすることができました。菜食のメリットはこの動画にすると本当長くなっちゃうので、他にもねいろいろ動画にしたいなと思ってますけど、先生方の YouTube リンクとかいろいろ概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てみてください。本当にね嘘も偽りもなく、もうね70年前以上から先生方が証明しようと頑張ってくださっているかが今こういう風になってます日本語に訳されている先生方の本とかもあるので、リンクを見つけて下に貼っておきますので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、じゃあちょっと長いけど、あと最後に5つ目、ヴィーガンの食生活に少しでも興味がある方へのメッセージです。私たちはねこう言いつつも家では 100% ヴィーガンなんですけど、外に出た時は私はチョイスがなかったらエビとかねお魚とか食べる時もありますし、アンディは今まだお肉が恋しくなる時があって、そういう時はお肉をねお食事で取ることがあります。外食で 100% じゃないんですよ。でも基本的には私たちは健康面が理由で菜食をしています。もちろんね環境問題とかご存知の方は、肉食がどうして環境に悪いのかっていうのをご存知かもしれないんですけど、ちょっと長くなっちゃうのでカットしますね。あとはね動物愛護とかの観点で言ったら、それはもう一匹もね命を大切にした方がいいじゃないですか。なんですけど完璧にいきなりするのは本当に難しいです。あ、お肉ちょっと食べちゃったって言って罪悪感になって、それでまたぶり返したりってするのも良くないし、自分を責めないでほしいなっていう風に思います。で、今までこれが普通だったわけじゃないですか。私たちの価値観として普通に牛乳もカルシウムがたくさんあるから飲まなきゃいけない、お肉はプロテインがあるから食べなきゃいけないっていうのが普通の概念だったところから、
完璧に変えるのはね本当に難しいです。なのでまずはできることから、例えば私が一番簡単だったのはこの牛乳から豆乳に変えること、それだけでも一歩になりますし、そのうちね少しずつ少しずつ減らしていくうちに会食でのお料理の方法とかも分かってくるし、栄養のこととかがんのこととか、まあ、病気のこととかも勉強できて、なんか少しずつ少しずつできればいいんじゃないかなと思います。そうやってやっているうちに日本でもビーガンのレストランが増えてきて、日本でもビーガンが普通になって、あんまりバッシングとかも来なくなったりとか、理解してくれる人が増えてくるんじゃないかなと思います。イギリスとかではミートレスマンデーっていうのがあって、それは月曜日はお肉は食べないようにしようっていうキャンペーンなんですけど、そうやってねこの日はお肉食べないとかってするのもいいと思いますし、全部カットするのが嫌だからビーガンにはならないじゃなくて、まあちょっと減らしてみようかなとかってくらいでもいいんじゃないかなと思います。アンディがなんでこんな大切なことを誰も教えてくれなかったんだろうってよく言うんですけど、まあそりゃそうですよね。なんかそんなに体に影響があるものを誰も教えてくれなかったので、でも今ね知識があるから、知識があるだけでもこの選択基準ってできるじゃないですか。体にどういう影響があるのかっていうのを知らないでお肉ずっと食べ続けると、知識があってたまにお肉を食べるのとって全然違うと思うんですよ。でなんかビーガンはね、動物愛護がすごいね日本では言われてて、それももちろんいいと思うんですよ。だけどそれだけじゃなくて、動物愛護にそんなに興味がない人もいると思うし、あんまりねコネクションがないから、あとはなんか人間は肉を食べるために生まれてきたんだとかね、ここの剣士、この私ここね結構尖ってるんですけど、この剣士があるからお肉食べるべきなんだとかって、そういう風にいろいろねアーギュメントはあると思うんですけど、私は健康面でもすでに研究で何度も何度も菜食がどれだけ肉食よりも体にいいかというのが証明しきっているから、こういう風にしてるんですけど、ちょっと何を言いたかったか分かんなくなっちゃった。だけどそれ以外にもね、例えば環境保護とか、あと美容とか、あとアスリートの人たちが菜食にするのは体力が上がったり怪我が早く治ったりするからっていうねメリットがたくさんあるので、ビーガン変な人ってレッテルを貼るのではなくて、ちょっとでも本当かなと思って調べてみてもらうとか、ちょっと興味を持ってもらうとか、ちょっとたまに考えてもらうだけでも少しずつねいい方向にいろいろ変わっていくと思うので、少しずつでいいと思います。ネットフリックスとかで興味がある人とか、健康って何っていうやつとか、ゲームチェンジャーとか、フォークオブナイフかなっていうの、ドキュメンタリーもアメリカが作ったものとかイギリスが作ったものとかたくさんあるので、日本語に吹き替え版されているものがあるので、ぜひぜひ見てください、興味があればね。はい、ということで私たちもねまだまだ勉強中でございますが、一応ね私は6年目になりまして、少しは経験があるのかなと思うので、何か気になることとか質問とか不安なこととかがあれば、コメント欄でいつでも教えてください。できるだけお答えします。はい、ということで長いビデオここまでご覧くださりありがとうございました。 Thank you very much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye.